はぁ、やっと正月シーズンが落ち着いてきたわね。そんな疲れてないだろ。参拝客全然来なかったんだから。うるさいわね。私はそこら中走り回って疲れたのよ。走る？なんで巫女が走る必要が。ごめんください。ん？誰か来たわね。あ、はーい。先に今で待っててくださーい。了解でーす。落っこっちに来るってよ。年明け早々に誰かしらね。お邪魔しまーす。あれ？霊夢とマリサ？なんでここに？ラン、なんであんたがここに？ラン、いや、僕は、まさか、人里を走り回ってお賽銭荒稼ぎしていたのがバレた？いや、何してんだよ。私は、別にカツアゲをしてたわけじゃないわよ。いや、だから僕は、ここにいるのも、結界の管理をサボってるわけじゃないわよ。まあ落ち着けやレイム。あばば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 なんで言わなかったのよ。お前らが勝手に来たんやろうが。それじゃあコラボ相手の紹介コーナーと行こうか。彼の名前はトキネイロ。登録者数900人超えのトキネイロチャンネルの主である。主にゆっくりやガチャクラブの動画を上げている。こんな感じでいいか。ありがとなカイト。これぐらいお安いご用だよ。じゃあ俺の役目は終わったな。ちょい待ち。どうした？どうせだったらこのまま参加してけよ。まあこの後予定もないし。いいぜ。よし、決まり。ところで、何するんですか？お正月の遊びをします。お正月の遊び？福笑いとかタコ揚げってこと？そう。その中で今回やるのは、今俺が言おうとしたの。というわけで体育館に移動しましたので、これより新年コラボ企画、リーム対抗羽根付き合戦を始めます。ちょっと待て！いやはや、相変わらずカオスですな。え？ここどこ？現在、ボーアート食堂のスタジオをお借りしております。視聴者の皆様こんにんは、雪白子冬でございます。全く情報が飲み込めない。ほら、春先氏も挨拶を。あ、春先桜、です。さてと、挨拶も済ませましたし、ちょっと適当に突っ込んで帰りましょうか。ノリノリなのかドライなのかわかんないね。それじゃあ、春先氏からお願いします。私からなのね。なんで骨付きなのにテニスラケットなのかな？なるほど。無理にコメントしなくてもいいよ。俺が突っ込むとすれば、人間コラボというには投稿日が遅すぎますね。めたいね。現場からは以上です。皆様は動画の続きをお楽しみください。伊藤くん、どうしました？羽根付きをやるんだよね。さようでございます。その手に持ってるものは、テニスラケットとボール違うよね。え？これテニスラケットですよね。そっちじゃない。それ、いろはくんだよね。私の完璧な擬態を見破るとは。割と丸わかりだよ。それと羽根付きは羽子板と羽でやるものでしょ。家にこれしかなかった。今からでもいいから探そうよ。了解です。というわけで羽根付きセットを買ってきたので、チーム分けはこんな感じでいいかな。拙者と伊藤殿とカイト殿がチームで、私とマリサとトキネさんがチームね。というわけで早速やっていこう。これって買ったら景品とかあるの？景品はないけど罰ゲームはあるぞ。炭で顔に落書きとか？炭風呂に入ってもらいます。なんで体育館に温泉が？いい湯加減ですぞ。なんか自分から入ってるバカがいるけど。ふっ。何よ急に笑い出して気持ち悪い。霊夢よ、お前は気づいているか？何によ？この企画の発案者は俺。つまり俺は事前に羽根付きの練習をしているのだ。ちなみに、その練習方法は？もちろんテニスだ。だからテニスラケットを持ってたのね。さあ早速炭まみれになってもらう。見事なまでの惨敗だね。経験値が違うのよ。伊藤殿。必ず仇は取ります。マリサ殿早く第2回戦を始めました。勝負の前にぶっ飛ばしちまえば不戦勝だよな。なんて卑怯な戦法なんだ。あとは、カイトとトキネさんだけだろ。あ、はい。早く終わらせろよ。マリサさん。どうした？トキネさんも巻き添え食らってますよ。あ、やべ。これも、俺の不戦勝ですか？でも結局、1対2で私たちの勝ちだな。こんなのでよかったのか？今回僕が理不尽な目にあっただけだったよね。